はい、皆さんこんにちは。いつもまさとです。今日はですね、藤見さんのですね、船ネクストの、戦艦キーが完成したので、皆さんに、ご紹介をしていきたいと思います。どこをですね、どのようにいじったかというのはですね、一つ一つ皆さんにですね、説明をしていきたいと思いますね。まず皆さんと一緒に見ていきましょう。一応ですね、キットのものよりもですね、さらに増設機銃をですね、設けてみました。砲塔の上にですね、噴針砲をつけてみましたね。こちらの台座なんですけども、大和型のものとはちょっと違うじゃないですか。戦艦長門を買った時にですね、戦艦金剛との共通パーツというのがあったんですね。で、その、台座を利用してこのように使ってます。で、藤見さんのキットって戦艦大和の最終時を、ベースに、ね、してるところがあるじゃないですか。まあ、なのでシールドがついてないむき出しの機銃っていうのが戦艦大和の最終時と同じような形になってるんですね。まあ、それだとちょっとどうかなっていう部分がありますので、いわゆるバイタルパートっていうところを中心として、まあシールドがついてる機関ね、機銃に置き換えてみたんですね。本当はですね、ね、船全体として全ての機銃をですね、シールドがついた状態に本当はしたかったんですよ。ただですね、ちょっと手持ちの機銃がですね、そこまでたくさんなかったんですね。まあ、なので仕方ないからこうしたところがあります。で、この軍艦機とかね、ちょっと癖をつけるような形で曲げていて、風にたなびいてるところっていうのを表現したいかなと思って、こんな感じにしてみました。あとね、事前予告をしていたですね、この社外製のですね、噴針砲があるんですけども、こういう形でヘリにですね、船体のヘリに、つけてあります。ちょっと小ぶりでね、できてるところがあってですね、藤見さんと大きさの解釈が違うようなところがあるかもしれないですけどね。で、艦載機に関してですけども、まあ、どのようにね、艦載機をね、設けるかね、人によって考えて違うと思うんですけども、私はこんな風にしてみました。もう大戦末期になるとですね、偵察機とかですね、まあ観測機とか攻撃機とかですね、機体をですね、別々に設計するっていうのは不合理ということもあってですね、まあ、偵察も兼ねて、観測も兼ねて、ね、攻撃も兼ねると、まあ、多目的戦闘機みたいな形っていうのが、開発されるようになってですね、まあ、戦艦機とかにね、搭載されるであろうと言われたものをですね、再現してみました。まあ、こんな形ですね。で、このですね、防水布のところっていうのは、私、シールをそのまま使ったんですよ。ちょっと狙いがあったんですけど、よく皆さんが言うことで、この方針のですね、この付け根ですね、まあ、隙間が空くことになんか違和感があるっていう方が多いんですけど、こうやってですね、シールを使うとですね、根元がですね、まあ、隙間がないようにしっかりいくと思うんですね。ね、こういった形になります。まあ、実を言うとですね、まあ、甲板とかパステル汚しをしてるんですけども、まあ、うちの特徴としてですね、そんなに濃くやってないんで、撮影をすると飛んで見えるっていうところがあるんですね。
実を言うとこの側面もパステル汚しはしてるんですけど、まあ、そんなに汚れてた感じってしないじゃないですか。で、皆さんのスマホで見て、これはね汚しがはっきりとついてるなって言われてる思える作品はですね、相当ですねかなり強く汚しがついてると思うんですね。まあそれはどうしてかっていうと、画面映えをきっと優先してるんでしょうね。まあ自分の作品っていうのは、まあ、直接見るとですね そんなにのっぺりした感じはしないですけどもね。ただまあ汚れはね非常に極薄なんで、まあ、飛んで見えてしまってるっていうところがありますね。その汚れ云々の話なんですけども、自分はちょっとこういうのを使ってみたんですね。こういうパステルですね。ね、タミヤさんのこういうのを使ってみました。まあ画材屋さんでね、パステルを買ってきて自分でヤスリで粉にしてですね、まあそれを筆で塗布するようなやり方でもいいんですけども、ね、既製品としてこういうのがありますから、ね、ちょっと持ってたもんですから使ってみようかなっていうところで、まあ甲板にですね、まあこういう墨とかですね塗布してみたりとかしたんですけどね、こういった形になっております。まああとですね、ね、こういうちょっと突起物の部分のてっぺんをですね明るい色で塗装しているようなところがあるんですね。まあその方がね突起物が浮き上がって見えるかなっていう期待があって、こんな風にしてみました。まあ作り方としてはですね、まあ塗装済みフィギュアを作るのと同じでですね、部品の切り口とかはですね塗料で修正してあります。まあそれだけでもね、こう切り口がしらっちゃけたりとかしないでですね、まあ随分違いますよね。それだけね、そこの工夫があるかないかだけでも、まあこんな形になりますね。ね、このキットがおすすめできるかどうかってことなんですけども、まあ、戦艦ヤマトが好きとかですね、まあ、超ヤマト型が好きとかですね、ヤマト型にこだわりを持ってらっしゃる方とかいたらね、私はおすすめします。で、どのキットから改造していくかっていうのは人によって違うと思うんですね。同じその富士見さんから出ている特シリーズのですね超ヤマト型もね決して悪くはなくてですね、私も何回もそのキットを買ってるんですけども、まあね、船ネクストの方はね比較的新しいキットっていうこともあって、こうねモールドがはっきりしてますよね。まあどちらをベースにね改造していくかっていうのは、まあその人の考えだと思うんですけども、まあいずれのキットも押しますね。いいと思うんですけどね、自分はとてもいいキットだと思ってます。まあ以上ですね、富士見さんの、船ネクストのね超ヤマト型であるキーの、説明をさせていただきました。これを機会にですね、もしよろしければ、チャンネル登録をしていただくか、あるいはいいねしていただくかね、そうしていただけるとね、私の大変励みになります。本日はですね、うちのチャンネルを見てくださってどうもありがとうございました。